どうも皆さんこんにちは、宇髄天元役の小西克之です。今日はですね、いよいよ配信が明日に迫った鬼滅の刃火の神血風譚追加キャラクターパックの宇髄天元をなんと一足先に触らせてもらえるということでやってまいりました。はい、よろしくお願いいたします。本日説明をさせていただきます、アニプレックスのスタッフです。よろしくお願いいたします。お願いします。本日あの宇髄天元を、初めてプレイできるということなんですけれども、はい、いかがでしょうか。ワクワクしてます。あの普段あんまりあの格闘ゲームはちょっとこう苦手で、あのなんか格闘ゲームっていうとこう技のコマンドが難しかったりとかするのって割とこう多いじゃないですか。だからその火の神血風譚ってどういう風になってるのかなっていうのも含めて、あのちょっとあの宇髄天元さんを触らせてもらえるのがちょっと楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速ゲームの方を始めていければと思います。はい、というわけで派手に始めていきましょう。いました、宇髄天元。かっこいいな、これモデルがかっこいいっすよね、これね。喋っていいんですよ、スタッフさんね、全然いいです。これすごいですね。パートナーは伊之助で、対戦相手は炭治郎と、俺は負けない、善逸ということで、ここはやっぱりね、はい、宇髄天元ですからね。はい、はい、ちょっと吉羽龍河に行きましょう。お願いします。ちょっとこれ操作ってどれが攻撃ボタンなんですか。ですね、基本的には左のスティックでキャラクターを動かしまして、はい、で四角のボタンが通常攻撃。あ、めっちゃ、うわ、あ、やめろ、ちょっと待って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 、見せてくれ俺に、まず水の呼吸、これが四角ボタンで、やめろ、花江くんやめろ、あー、やめろ、やってみよう。わ、すごい、こんな簡単にできるの技。こちら側の通常攻撃となってまして、はい、あ、もう押していただいてますね。三角ボタンの方がですね、あの技1と、はい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 、はい、でスティック押しながら三角ボタンが技2と。おお、すごい、名言すごそうだ。今度は R、 名言すごそう。さあ、そして次は、はい、R1 を押しながら三角ボタンを押していただける。あ、ヘキレキ一斉にやられた。俺にこれを当てたい、これを当てたい。三角ボタンの、技の方はですね、強力なんですけれども、はい、左上のあの HP ゲージの下にある青いゲージがあるんですけど、使うたびにあそこが減ってしまうので、こちらが溜まってからじゃないと使えないというところだけ。あ、なるほど、そういうことなんだ。はい、割とこう出しやすいですね、技もね。そうですね、あのワンボタンで、あの本当に天元を動かしてるかのような、コマンド入力とかがなくてすげー簡単にね、強い技が出たからめちゃくちゃ楽しいです。すっきりします。ありがとうございます。はい、まあでも所詮コンピューターですもんね。そうですね、ちょっと人とやってみたいじゃないですか。はい、あいつら待ってくれないじゃないですか、俺が技を出すの。ちょっと一緒にやって僕が技を出すのを手伝ってもらえませんか。ぜひ。遊郭の街並みも全然見れてないですよね、今ね。もういきなり炭治郎が襲いかかってきたから。開始。待て待て待て、ちょっとこう街を見せてくれ、街を、まず街をさあ、結構、あ、綺麗に、すごい、あ、人が歩いてる奥、危ないです皆さん。ここであの柱同士のバトルが行われていますから、皆さん逃げてください、逃げて。あ、ここ壊れてる、マジか。え、なんでこう、これもともとこう壊れてるんですか。そうですね、あの壊れた形です。こちら今のは後ろから殴ってくださいよ。何やっとんねんって言うつれたのに。あ、ダメダメ、もう遅い遅い遅いから。すいません。面白いね、やっぱ簡単に技が出るのがいいですよね。そうですね、あの本当にワンボタンであの、あの技が出せるというようなところで、はい、これね、ありがとうございます、ちょっと見せて。すごい、めちゃくちゃかっこいいだな、これ。いや、これスタッフさん作るの大変だったの。うわ、派手、ド派手。あんな見せてくれるんだ。非常に大きなダメージを相手に与えることができると。すごい。愚か者、元忍びのこの俺に勝てるものか。すみませんね、あのちょっと先ほどのプレイで、はい、ちょっとまだ出てこなかった、はい、解放だったり全解放っていうものもですね、あのぜひ一度出してみていただければ。なんで教えてくれなかったんですか。もう一度ちょっとやらせていただければ。はい、教えてください、お願いします。よろしくお願いします。前回方がですね、あの扇ゲージが溜まってる状態で L2 を、はい、2ゲージまで溜まってから1回解放して、その後もう1回解放しないといけないので、まずはあの攻撃をしてゲージを溜めると
という形です。これで溜まっていく。はい、今左下の頑張りました、はい、これで L ボ、はい、L2 ボタンを1回押して L2 ボタン、はい、でもう1回ですね。面が完成したら、おっ、うわ、かっこいい。どうなんですかこれ。その間はですね、あの三角ボタンを使っても技ゲージが減らなくなるので、三角ボタン使い放題。ああ、なるほど。ド派手、頑張ってくださいね。ここまで派手なキャラクターっているんですか、他に技とか演出的に。出るキャラクターの中でも、あの本当に随一の派手さかなと。もう本当これ以上派手なキャラクターもう作らないでください。いや、これ面白いですね。これはもうみんなやりたくなりますよ。だって、はい、こちらのゲームを持っていらっしゃる方はぜひともこの、パックをダウンロードしていただいて、で持ってないよって方いらっしゃいましたら、お父さんお母さんにおねだりしてぜひ買ってもらってくださいね。鬼滅の刃の火の神血風炭が欲しいよってお父さんとお母さんにね言ってもらったら、夏休みの宿題頑張るからって言ってもらったらね、すぐお父さんとお母さんは買ってもらえると思いますんでね、ぜひともよろしくお願いしますね。追加キャラクターパック第1弾宇髄天元はいよいよ明日から配信です。心して待て。以上、お相手は宇髄天元役小西克之でした。